広島県の湯崎知事は、核兵器廃絶を働きかける官民合同のグループ設立を発表しました。新たに発足したのは、核廃絶を働きかける官民合同グループ、グローバルアライアンス持続可能な平和と繁栄をすべての人にです。県が国内外の平和活動団体などに呼びかけました。現在、アメリカや韓国など13カ国の29団体が賛同し、核兵器廃絶を目指してキャンペーン活動を進めます。ロシアによるウクライナ侵攻で核兵器をめぐる問題がより深刻となった中、持続可能な平和という人類の悲願ともいえる課題に立ち向かう必要があると考えております。グループには個人団体誰でも参加でき、県は今月16日に賛同者を募集する説明会を開催します。県内一のスモモの産地、呉市釜狩町では春の陽気に誘われ、スモモの花が満開を迎えています。海風に揺れる白い小さな花、ここは呉市釜狩町の向井地区。50本のスモモの木を育てる田村正明さんの畑です。段々畑を白く染めるのがスモモの花。今年は春先の寒さで1週間遅れの満開です。宝石のルビーのようなスモモなので、6月初旬から7月下旬ぐらいまで出荷ができると思います。それまで楽しみです。花の見頃は今週末までで、6月からはスモモの実の収穫を迎えます。